い、ということでネクストモンスターはショーマでございます。森谷世代のこうダブルエースと言われた、まあ、チーラーを背負ってくれたショーマでございますね。当時はね、カデットとか、まあ、あの中学の時は関東大会とかね、あと東京選手権も代表になっております。で、ペンのね、B 面使いで、フォアとバックを振り分けることができる。あとはサーブがむちゃくちゃうまいですね。なのでね、このショーマのサーブがどう効いてくるのか、あとはね、ミリもサーブうまいですから、どう効いてくるのか、解説はマサコーチでいきましょう。さあ、まあ1ゲーム目はお互いのサーブがね、どう決まってくるのかって言いたいと思います。はい、まあショーマの戦い方としては、まあこう後ろ下がってね、身のこなしで入れてく、まあボールタッチの感覚が柔らかくていいので、まあちょっと下がって、ミューリーナに対してね、少しこう変化を出してミスを誘っていくっていう作戦だと思います。それがね、どう効いてくるか。なので、まあミューリーナもレシーブをね、単調にしてしまったり、あとはまあ、ショーマが出してくる軽い変化ボールね、慌てるなと思ってこう入り込みすぎちゃうとミスが出てしまうから、まあそこをどう、こう冷静にミューリーナは処理していくのか。今エッジボール入りましたね。さあ、巻き込みサーブが効いてます。さあ、ショーマンサーブ、ショーマンの巻き込みサーブをペンで出してくるんですね。さすがに簡単に今レシーブできないような様子です。でもミューリーナがあんまりこう大振りとか体を大きく使って、まあ、自分の失点をしていくっていうことが今のところ少ないので、ちょっとこれはショーマは厳しい展開になるんじゃないでしょうか。思いのほかミューリーナの調子というか落ち着いてますね。仕上がってます。さあ、1ゲーム目はあっさりとミューリーナが取りましたということで、2ゲーム目に入ります。さあ、ネクストモンスターショーマどこまで粘れるのか。ちょっとラリー戦持ってた時にミスが増えてしまったので、少しこうミューリーナも両サイド振るのが今日は安定しますので、少しこう戦い方を変えていく必要があるんですが、まあ、こうサーブを効かしながらどうショーマが点を取っていくか。さあ、サーブをね、こうやって効かしていくわけですね。さあ、みんなバックサーブ、さあ本当にいろんなサーブを持ってて、どのサーブからも、まあ、自分のパターンに持っていけるっていうところが、やっぱりミューリーナの戦術としては、まあ、いろんな戦術を使えるっていう部分では負けない卓球ですよね。ショーマンどういう風に戦っているのか。すごいラリーに乗っける。ラリー戦になった時はミューリーナの方が少しコース取りがいいか。ショーマンは入れるのが精一杯な様子で、ちょっと真ん中にボールが詰まっちゃってますね。ミューリーナは焦らずコース取りをしていけばショーマンは勝つんじゃないでしょうか。さあ、ショーマリードです。とサーブやっぱうまいですね。ミドルにロングサーブ出したい。さあ、ミドルにロングサーブはちょっと引いちゃってるか。さあ、バックサーブ。ショーマのラリーになった時のコース取りがミューリーナの方が軍配がある。ちょっと
練習不足が否めないですね。さあ、元守屋翼とツニエースだった頃から強さを見せてもらいたいです。コース取りがエグいが、ほんとなんとか粘ってる。さあ、接戦になってきた。と、ショーマがマッチポイントに入りました。このまま上の目はショーマが取るのか。おっと、サーブミスは痛い。ちょっと取りたか。ちょっと頑張れ。あっと、ミユリーナ粘る。ここで10オールになってしまった。さあ、ミユリーナが追いついた。うわっと、ちょっと打ち急いでしまってますね。ミユリーナの方が落ち着いています。ミスもしなくなって、またラリーになってしまった。おっと、ここは粘る。やっぱりしっかりコースを触れたときはショーマに点数がいってますが、まあ、コースが甘くいくと、もっとサーブ出すと一応フォアがかかる。変えた。こういったところの起点が、やっぱり、おっと、うまくカウンター合わせたんだが、さらに返した。さあ、ここも、ぐーっと進めていかなければなりません。モンスターとしての意地を出していかなければならない。さあ、このままショーマが取るか。おっと、ラリーで持ってかれた。惜しい。勝てないな。さあ、ミユリーナがまた戻した点数。さあ、ここはどっちが先1本取るのか。あっと、ここでチョリループがエッジボールに入った。さあ、ミユリーナがどうしよう。ゆっくりやりたいところだが、いった。おっと、裏目に出てる。さあ、やっぱり最後の1点は欲しい。さあ、ここでな、巻き込みサーブに変えて切ってしまった。ミリーナがマッチポイント。さあ、ショーマがここで落ち着いて1点取り返すかまだ分からない。このコース振るのが、おっと、まだ粘る。これはすごい試合だ。マッチのサーブ処理して、あーっと、ミドルも疲れた。ミリーナミスしない。ポイント、ミリーナと、ここでドライブ、粘って粘って粘って、ミユリーナに軍配が上がりました。2ゲーム目もミユリーナが勝利。さあ、3ゲームに入りましょう。さあ、ここで 3-0 で終わってしまうのか。勝負の後がない。さあ、勝負の作戦はどう振るのか。おっと、今じゃんけんしようとした。おっと、これは今2ゲーム負けたことをなしにしたのか。もう一回リプレイですね。ショーマはここで2ゲームをなしにする。なかったかのように。じゃあ、お願いします。じゃんけん。おっと、さあ、スローで。ここはじゃんけん。おー、完全にじゃんけんしようとしています。取られた2ゲームを何気なく帳消しにしようとしたが、ちょっとそれは厳しすぎた。さあ、そのまま3ゲーム入ります。さあ、こういった心理戦でミユリーナがショーマに飲まれてしまうのか。こういったちょろいところが、まあ、昔からね、ショーマの、まあ、いいところでもあるというか、こういうちょろっぽいところがね、まあ、試合に勝つには必要というかね。さあ、その先輩が仕掛けてくるメンタル的な罠にミユリーナが引っかかってしまうのか、それとも堂々とミユリーナは、おっと、それでも攻める手をやめない。精神的にも成長したようですね、ミユリーナ選手は。さあ、しかし少しコースが良くなってきたか。おっと、おっと、そうですね、少しこう下がらずコースを振る展開にね、
ここでミリーナがすかさずタオルを取ってちょっとこうリズムを変えるというか、まあ、作戦をまた練り直す、こういったねタオルを使うポイントっていうのも重要になります。さあここでしゃがみ込むサーブ、ここからもっとまたサーブを変えて少しショーマ選手に動揺を、今度はバックで出した。さあそこをどう狙うか。さあコースがまたショーマ選手甘くなってしまって少しこう浮かして打たせるようなボールで誘い球ですね、ミリーナのこういった誘い球を出してそこにこうショーマ選手が乗ってしまってミスという展開が少し出てしまってますね。そういったところでは少しミリーナがこの試合をコントロールしているのか。さあ4-6がショーマが勝ってます。ちょっとやっぱ下がってしまうとミリーナが楽に攻められるというか。さあここで追いついてしまったシクソル、この1本が重要。ここで誘って、おっと誘ったがミリーナが乗らない。さあ組サーブ、さあ丁寧に処理して、おっとここはさすがに取るか。セモール、さあ組サーブの短いのグッドリプリ。さあミリーナがなかなか崩れない。これはショーマ選手我慢しなければならない展開だが、さあレシーブミス、集中力切れたか。7-9、さあフォア前あたりにアウトバックに出してみて、そのまま行くとこれはまずい、これはまずい、おっとなんとか粘る。さあ8-9、フォア前にサーブ出していきたい。フォア前に出した、ここでやっとフォア前に出しました。さあ9オール、ミリーナがまた短い、しゃがみ込みサーブを出して、ここで中に入っていったがそこをすかさずフォアクロス。やっぱり状況見えてます。最後どうなるのか、しゃがみ込みサーブ、おっとフォアに小さく出して持ってたところをカウンターでここで勝負あり。ネクストモンスターショーマ3-0でミューリーナの勝利でした。ということでネクストはラスボスの召喚です。皆様、こうご期待。